イソニアジド、イソニアジド、イソニアジド、イソニコチン酸ヒドラジド、インハなどとも称されるは、結核の予防や治療の第一選択薬とされている、抗結核薬である。モノアミン酸化酵素阻害剤として1912年に初めて発見されて以来、はじめは抗うつ薬として使用されたものの、副作用のために利用されなくなった。1951年になって、 イソニアジドが結核に対して効果を持つことが明らかになった。イソニアジドに対して結核菌は耐性を急速に獲得することが知られているので単独で治療に用いられることはほとんどない。イソニアジドが最初に合成されたのはニズス紀の初頭であるが、その抗結核作用が初めて報告されたのは1950年代初頭のことで、 三社の製薬会社がその特許を取ろうとして、不成功に終わった、最も心だった、ロシュ社は1952年に独自にイソニアジドを開発し、リミフォンとして販売した。イソニアジドの導入により、初めて結核は無理なく治療できるものとみなされるようにな。イソニアジドは、錠剤、シロップ、および注射剤、虫および常駐の形で投薬することができる。イソニアジドは、 世界中で入手が可能で、安価であり、発展途上国でも一般に用いることができる。有害作用には、人魔神、肝機能検査値の異常、劇症肝炎、中毒性表冷え死誘拐症、トキシックエピダーモルニクロラスス、10、スティーブンス・ジョンソン症候群、抗皮症、白脱性皮膚炎、薬剤性過敏症症候群、中毒性表冷え症、間出性肺炎、 腎不全、間質性腎炎、ネフローゼ症候群、無下流休症、血小板減少、痙攣、視神経炎、視神経萎縮、末梢神経炎のほか、鉄が急性貧血、末梢神経障害、弱い中枢神経経作用、薬剤相互作用によるフェニトインやジスルフィラムの体内濃度の上昇、緩和しにくい、転換発作、転換重積発作が含まれる。 抹消神経障害と中枢神経系作用は、イソニアジドの使用が関係している。イソノアジドの使用によって起こるピリドキシン、ビタミン B6 の枯渇による副作用であるが、イソノアジドの投与量が 5mg、kg の場合には、あまり生じない。なお、イソノアジドで発生する副作用の多発性神経炎は、ピリドキシン投与で軽減できる。神経障害が珍しくないような状態、 糖尿病、尿毒症、アルコール中毒、栄養障害、HIV に感染しているなどにある人たちや、妊娠している女性、痙攣発作を起こすことのある人は、1日あたり1 0ラムから5 0ラムのピリドキシンをイソニアジドと共に投与されることがある。感毒性は、吐き気、嘔吐、腹痛、食欲など、患者の状況をつぶさに記録することで避けることが可能である。 イソニアジドは肝臓で主にアセチル化と脱ヒドラジン化によって代謝され不可つかれる。N、アセチルヒドラジンの代謝物はイソニアジドによる治療を受けている患者に見られる肝毒性症状と関係していると考えられている。アセチル化の速さは遺伝的に決定づけられる。ネグロイドとコーカソイドではおよそ50%が代謝の遅い、体質、スローインアクティベーター。 スローアセットレーターであり、モンゴロイドとイヌイットでは、大半が代謝の早い体質、ラピットインアクティベーター、ラピットアセットレーターである。代謝が早い人々では、薬の半減期は1から2時間であるが、代謝の遅い人々では2から5時間を要する。代謝の遅い人では、使用量を減量しないと様々な副作用が起こるのに、対し、代謝が早い人は、肝障害が発生しやすいと言われている。 排出は、大雑把に言って、人機能とは、関係が見られないが、肝臓病によって、半減期が延長することがあり得る。アセチル化の割合が、イソニアチドの効果を優位に変化させるという報告は、まだなされてない。しかし、薬のアセチル化が遅い場合、長期的に薬を投与されることで、血中濃度が、より高くなることが考えられ、毒性発現の危険性も増すことになる。 イソニアジドとその代謝物は24時間以内に全排出量の75%から95%が尿中に排出される。少量は唾液、核炭、糞便にも排出される。イソニアジドは血液透析や腹膜透析で除去される。頭痛、集中力の低下、記憶力の低下、うつ症状はいずれもイソニアジドの服用と関連があるとされている。 これらの副作用の頻度は不明であり、イソニアジドとこれらの症状との関係もはっきりと確認されていない。自殺燃料や自殺行為のような重大な副作用が起きうる。イソニアジドとリファンピシントを併用する治療で、ホルモン療法による出産調整の効果が減弱することがある。イソニアジドは、モノアミン酸化酵素の阻害作用があるため、チーズ、ワイン、魚介乾物、 チョコレートココアなどのカカオ製品などのチラミン、チラミン、P ハイドロキシフィナイレサラミン含有する飲食物を摂取すると、チラミンの代謝が阻害され、チラミン中毒、発汗、動悸上腹部痛、頭痛、血圧上昇及び悪心、嘔吐などの症状を起こす可能性がある。イソニアジドはプロドラッグであり、細菌のカタラーゼによって活性化される必要がある。 イソニアジドは、イソニコチン酸アシルトなどとをカップリングするカタラーゼの一種、キャトグによって活性化され、イソニコチン酸アシルなど複合体を形成する。この複合体は、インハの名称で知られるケトエノイルレダクターゼと強固に結びつくことで、天然のエノイルアスプム基質を阻害し、脂肪酸合成酵素の働きも阻害する。この過程によって、マイコバクテリウム属の細胞壁に必要な、 ミコール酸の生合成が阻害される。イソニアジドに対するキャートグの働きにより、一連の活性酸素種が生成する。その一つである一酸化窒素は、他の抗菌薬プロドラッグである PA824 の作用にも重要な役割を果たしていることが告げされている。イソニアジドは、活発に分裂しているマイコバクテリウム属に対しては、殺菌的に作用するが、 分裂が遅いと聖菌的に作用する。イソニアジドは P450 システムを阻害する。イソニアジドの成人に対する一般的な投与量は1日あたり 5mgkg である。最大1日投与量は 300mg。処方が完結的である場合、週に2回、ないし3回は投与量は 15mgkg。 最大1日投与量は 900mg である。薬剤のクリアランス、蒸気のアセチル化によるが遅い患者には、毒性の発現を抑えるために投与量を減らす、必要があることがある。児童に対して望ましいとされる、投与量は、1日あたり8から 12mg、kg である。イソニア児童は、血清内、脳脊髄液内、寒落病変内で、治療濃度に達する。 イソニアジドは肝臓でアセチル化を経て代謝される。アセチル化に関わる酵素には2つの形質があるため、患者によっては他の患者よりも薬を早く代謝することがある。したがって、半減期は二方性の確率分布を取ることになり、米国人の場合だと1時間と3時間のところにピークが生じる。代謝物は尿に排出される。人不全の場合でも、 当薬量は普通調整する必要はない。イソニアジドは4メチルピリジンを酸化してできるイソニコチン酸をエステル化した後ヒドラジンと反応させて合成する。また4シアノピリジンを塩基化水分解してアミドを生成させ、それからアミノキ部分をヒドラジンで置換することによって合成しても得られる数。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。